格闘技がもともと好きで、それで何か自分も始めようと思った時にちょうど K-1 がテレビで流行ってて、でそれでキックボクシングやろうと思いました。自分の階級には、強い選手がたくさんいるので、トップで、食い込めるように、トップで、食い込めるように、トップで若いやつ引っ張っていけるかと思います。自分は今まで散々負けてきたし、技術もないし才能もないし若くもないけど、あんたこいつだ。選手でもある、会長でもある、若いメイキックのチャンピオンどうやって勝った、どうやって勝つかっていう世界で、久々の試合なので、しっかり勝っていい感触をつなげたいと思います。次の試合につなげたいと思います。キックを始めた時からは気まどっかだった。以上、動きが見づらいと思って、何で勝ったかもらわないようにして、頑張りたいと思います。とにかくうまい、強いでチャンピオンなんで、MA キックチャンピオンのことは、まあ、相当キャリアも積んでるだろうし、何よりやっぱストラクルってジムなんで、まあ、強いのは間違いないと思います。強いのは間違いない。